は11時32分になります、はい、スタジオには、今日のゲストローランドさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあこれ改めて、もともとアッコさんは去年、はい、バナナマンさんの番組でローランドさんを密着している特集の時にゲストで出られましたね。そうゲストでね、ゲストで出ていた、ね、そこで密着されてるローランドさんを見て、はい、面白い、めっちゃ面白いと思って。どこに惹かれたんですか？いやなんかね、鼻持ちにならない褒め方がとっていいやつなのかな、それは。いや笑顔でおっしゃってましたね、今。そうそうそう、なんだかさ、はい、俺か俺以外っていうね。あ、はい、ありますね、うん、そういうのがあったし、何でも やれるっていう、もう自信に満ち溢れてたの、はい、で私はこう見えてすごくあの気にしいだし、おっしゃってましたもんね。そうなの、そうなの、前回に。だから羨ましくて、それで、はい、その若いって、あ、私もこうだったのかなって、若いっていうのはこんだけ好きな風にできるんだっていうのを思って、それとまあ私に一番欠けてる、みんな信じられないって言うけど、バラエティにぴったしなのよもうちょっと鼻につくっていうかね。僕らがさ、ね、アッコさんの方が全然適任だなって思うんですけど。私に欠けてるっていう一言の意味がよく分からなかったんですけど、バラエティね、はい、私意外に下手くそなんですよ。あの例えばここでこけりゃいいっていうところをさ、こけないで問題でも普通に答えてしまうし全然ダメな時あんの。真面目すぎる部分は感じました、ローランドさん。あ、でも本当にすごい嬉しかったのが、そのバナナマンさんの番組もそうなんですけど、やっぱホストって色眼鏡で見られるんで、はい、ホスト結構いじってなんぼとか、うん、まあ、そういう、まあ、一パーソナリティとして見てくれるというよりか、うん、人間よりもホストっていう枠組みで見られることが多かったんですけど、はい、バナナマンさんはこう自分のパーソナリティとか人間性をしっかり見てくれて、うん、人として扱ってくれたんですよ、うん、でアッコさんも前回ね、うん、こう来ていただいた時に、うん、俺本当にもうすごい嬉しかったのが、うん、こんなに大御所の方が、うん、もう色眼鏡で見ずに一男として、うん、そうそう、話してくれたじゃないですか、うん、いやすごい嬉しいなと思いましたけどね。本当そういう経験がやっぱ、反対にさ言っちゃ悪いけどさ、そんな色眼鏡っていう言葉も、うん、懐かしいけど、そういう風に見てる人いるの？今でも。いや、だから収入いくらですかとか、いくら売ったことありますかとか、そういう結構あの上積みだけをこうね、そこばっかりばっかり。でも収入は私だって聞きたいよ。収入、まあ、後で聞こう。収入じゃ、収入知りたいよ。そう、やっぱそれだけカリスマだから、ホストの中でもちょっとずば抜けてるんではないかとは想像しますよね。だからさっきの話は途中だったけど、違約金ってどういうことですか、そのクラウド？あ、移籍金。違約じゃない、ね、いや、もう悪いことはしない。はいはい。いや、あの店を移るときに、はい、あの遺跡をこう引き抜くときに、はい、こう発生するお金があるんですよ。はいはい。うちの店においでと。そういうのなんだ、ホステスさんにもあんのかな、じゃあ。あるんですかね、ホステスさんは。多分人気の、その店の看板。お客さん持ってるもんね。そう、その看板の人は多分あるんで。まあでもサッカー選手とかでもね、あるじゃないですか。うんうんうん、こう遺跡何億とか。うん、だからそういう多分、こう、店を遺跡するときに発生するお金。うん。ですかね。それがいくつの時だったんですか。僕がいくつ、20歳ぐらいですかね。うわー、もう本当この時はもう本気出したら崖からこうジャンプしたら空飛べるんじゃないかぐらい、もう自信がローランド語録出ました。ジャンプしたら空飛べるぐらい、本当にもう私とね、弟がね、もう南でバリバリの時ね、はい、大阪の南でバリバリの時の反射の人とかね、おる中でうちの弟と私は、はい、鉄砲で撃たれても指で止めれるって言ってた、ね、でも本当そのレベルで、張り合い方の意味がわからない張り合い方じゃなくて、そういう時あんのよ、あるって、ね、そうそう、誰にも負けねえだろって、まあ、今でも本当思ってるんですけど、空だってやろうと思ったら飛べるし、誰にも負けないし、もうなんならあのその時とか本当考えることで言ったら、もうその日の晩御飯ぐらいしか考えることなくて、もう毎日毎日俺最強だなと思って何も考えずに生きてた。でもそれがローランド語録という一つのスタイルにつながってくるんですね、まあ、名言とされるね、うん、だからローランドさんのその言葉にアッコさんはある種勉強になるとまで言ったんですよ。そうそうそう、ローランドさんのスタイルが根拠のない自信がっていうことですかね。うん、そうそう、なんだろう、根拠のない自信って根拠がないから、うん、なんでこう自信があるのかって言われたら、もう本当、うん、なんでなのかなっていう、自分でもわからないんですけど、本当もう二十歳の時とかちょっともう全然成功してなかったんですけど、うん、怖いお兄ちゃんとかにこう歩いてたら絡まれたりとかするじゃないですか。あ、お前ちょっと金出せよみたいなこと言われたら、まあ俺が持ってる財産って今噛んでるガムぐらいだけどいるかとか言って、なんかそんなこと言ったり
ごいなぁ。尖ってたなぁみたいな。ドラマの登場人物みたいですよね。なんていうの、若者に受けるドラマ作りはできるよね。できますね。でそれこそちょっと遡りますけど、まだホストという仕事に憧れても歌舞伎町がどこにあるかすらわからなかったローランドさんが、まあ、ホストの世界に飛び込んで、しかも最初から売れっ子だったわけでもないんですよね。すごい時間がかかって、でもアッコさんもこの前あの大きい女売れないってこうずっと告白されたみたいなお話あったじゃないですか。僕も本当売れるまでにもう1年ぐらいかかったんですけど、1年って結構業界からしたら長い方で旬が短い仕事なんで、もう1年売れないって結構辛い時ですよ。でその時歌舞伎町って結構勢いで喋ることができたりとか、あと飲みコールってあるじゃないですか、ああいうのができたりとか、とにかくそういう接客ができる人が需要があって、で僕はその時のオーナーとかに言われたのが、確かに、まあ、お前は人よりも少し頭の回転は早いと、だけどその比喩表現を多用した回りくどい接客だったりとか、そのインテリじみた言い回しだったりとかは歌舞伎町で需要がないから、テイスト変えた方がいいと、お前は売れないよと僕も言われ続けたんですよ。でもその時にもう僕は本当に時代がついてきてるだけだなと、俺の接客に多分時代がついてきてないんだなっていうところで、絶対時代に歩み寄ることだけはしたくないと、右向け右の同じような接客するぐらいだったら、時代が来るまで売れなくても待とうっていうふうに思って、だから1年間ぐらい本当辛抱の時期で。何がきっかけとこうなったの？一人のお客様が18ぐらいの時だったんですけど、本当にあんた若いのになんか生意気で面白いねって言って示してくれたんですよ。で結構まあ、いいお酒を入れていただいたりとかして、で結果が伴ってくると、そのビッグマウスも面白いねっていう、なんかそういう風向きがちょっと変わって、きっかけやねん。そうですね。でも自信は売れる前からあったんですね。そうですね。いつ頃からあったんですか？いつ頃、まあ、生まれた時からありましたけどね。ローランドゴロが出ました。生まれた時から自信があったんですよ、アコさん。そんなんよう考えられたな。歯も生えてないの、生まれた時から。いやでも本当多分根本が多分ポジティブで、羨ましい、それが。ね、でも実際に今ラジオを聴きの方からロットンさんがですね、プロフィールを紹介した後にさらっとローランドさんがおっしゃった、ご丁寧にありがとうございます、人柄ってそういう何気ないところに出ますね、ローランドさんの謙虚さに48歳のおっさんもやられちゃいました。ああ、いいですね。気づく人は気づくんですね、やっぱ。見る目がありますよ。そこ黙っといた方がいいかな。ミッキーさん、ローランドさんの名前の由来を教えてください。本当だ。何をきっかけにローランドになったんですか？なるほど。どうしたんですか？ローランド、いやもう本当自分としては、もう本当生まれてるからローランドぐらいの気持ちで、もう由来とかは特になくて、結局名前ってどんな名前つけるかよりも、自分がこう例えば和田アキ子っていう名前も自分がスターになればもうそれがなんていうんですか、ブランドになっていくじゃないですか。結局なんか名前に対してのこだわりとか思い入れは特になくて、とにかくもうこう与えられたこう名前だったりとか、でもなんていうの、ホストクラブとかそう、例えばクラブだと源氏名っていうか、なんかそういう名前をつけるじゃない、だからそういうきっかけの、私なんか下手したらお前ホリファウンダーに、アコお前花は何が好きなんだよ、花そうですか、バラとかマーガレットです、マーガレットじゃねえなとかって言われたんだけど、じゃもしかしたらマーガレットはなんか分かんない。だからローランドさん理論で言うと、でもそれでもアコさんがやっぱりスターになったらマーガレット和田はぴったりだったと。でもそれマーガレット和田がもうブランドに多分なってると思うんですね。でテレビ 11PM 大阪のね、大阪の 11PM 出た時にすごい話題になって、男の子か女の子か、日本人かどうかってなって和田アキ子そのままになったんだけど、ローランドっていうのはだって学校行ってる時の名前じゃないでしょ。まあそうですね。だからそのきっかけがあるはずなんだけど、きっかけはでも本当気づいたらなんかつけられていたみたいな感覚で、お店から、まあ、自分も確か意見したのが本当記憶が定かではないぐらい名前に対してのこだわりってすごく薄くて、へえ。でもなんかぴったりですよね今ね、ビジュアルの雰囲気とこの語録も含めて、でもなんでローランドってのやっぱりずっと思ってた私も。なるほど、よく聞かれる質問ではあるでしょうね。聞かれるんですけど僕も分かんなくて、まあそのローランドって名前じゃなくてももう概念なんですよ。わ、かっこいいな、概念。だから僕はもういつもローラン、なんでローランドって名前なんですかって聞いたら、そもそもローランドは名前じゃなくて概念さみたいなこと。なんか分かったような分からない。私には無理やでもじゃあ
ローランドさんがじゃあホストという道を志した時に、うん、実はご両親はとても反対というか厳しいご両親に育てられたんですってね。そうですね、今考えたらやっぱその家庭にいると子供の時って、はい、その家庭が常識だから、うん、あの比較対象がないんで、うん、どれだけ厳しいかとか、うんってわからないじゃないですか。世間に出てみたらやっぱり厳しい両親だったなって思いましたけどね。ご両親はちなみにお父様は何されてたの？あのミュージシャンですね。ミュージシャン？そうなんですよ。あの業界にいた？今でもあのやってて、たまに埼玉スーパーアリーナでライブとかやったりとかして。え、な私知ってるかな？いや多分あのアニメ系の、 あの影山博信さんとかあのドラゴンボールの、はいはい、とかと一緒にこうやってる。あ、じゃあ、あの今本当に腕で食べてるミュージシャンの方なんですね。そうですね。だからまあこのコロナで大変やったけど、そしたら別にこの水商売には理解があったんじゃないの？だからその時に、まあ、自分がもうホストになりたいと、大学なんて行ってらんねえと言った時にめちゃくちゃ反対したんですよ。でもまあ反対を押し切って、うん、やって結局1年後に売れたじゃないですか、うん、本当に申し訳ないなと思って、その1年間本当すごいあの疎遠になっていたというか、もう感動されていたんで、勝手に大学辞めたんで、うん、でもそれ申し訳ないなと思って1年後に謝りに行ったんですよ、うん、で本当に申し訳ないと、うん、でそしたらなんで俺があの時あんな止めたか分かるかと言ってきたんですよ、うん、で、まあ、その父は福岡出身で上京してきたんですけど、うん、俺も福岡にギター1本で東京行くって言われた時にめちゃくちゃバカにされたし、うん、めちゃくちゃ止められたと、うん、でもあの俺は反対を押し切ってやって今があるんだと、うん、だから親が反対したぐらいで諦める夢だったらそもそも叶わねえと思って俺は試したんだお前をと。うまいこと言うないやすごい話。だからまあその時に謝った時に、うん、あの時両親俺らが二人反対してそれでも押し切ってお前出ていったなと、うん、だから俺は成功してもらってくると思っていたよと、うん、そういうふうにまああの言ったんですけど、あまあでもあれだね、そのまま感動みたいになったけど家一回帰ったからそういう話ができるのね。そうですね、謝りに行ったっていうのね。ちゃんと、しかもなんか、うん、お給料その時も高額になった自分の月収をそのまんま。そうですね、その入学金でやっぱ私立の、大学に行ったんですよ。本当もよくわかんないような大学も適当に名前書いてはもうなんとこでもいいやぐらいの感覚だったんですけど、私立の大学って高いじゃないですか、うん、高いっす。でこう初めて帯の給料もらった時だったんですけど、もう人並みにやっぱこう若いが何買おうかなとか、うん、どんな選択しようかなとかいろいろ頭をこうよぎるんですけど、うん、でもふとやっぱ両親の顔が浮かんで、いやこのままだったら俺恥ずかしくてこうあのまっとうに生きていけないなと、うん、自分にはもう正直でいたいし自分のこと好きでいたいから、うん、これ100万円はもう、うん、親にこう謝る時にこう返そうっていうことで返して、はあ、いい話ですねだからやっぱり根っこはものすごいアコさんと同じで真面目ですよ。ローランドさん、あのそれでちょっとご両親に関する質問で、くるぶしさんがですね、はい、高額の給料を両親に渡したっていうのを私も知っていますと、はい、一番ご両親に言われた言葉で忘れられない言葉、大事にしてる言葉は何ですか？何ですか、いろいろあるんですけど、でもやっぱりノーが言えない男のイエスに価値がないぞと、っていうのも何でもノーが言えない、何ですか？ノーが言えない人間のイエスという言葉に価値がないと、っていうのは哲学的なんだね。何でもイエスマンのイエスには本当意味がない。何でもいいですよいいですよとか、例えば何食べても食べさせても美味しい美味しいっていう人の美味しいってあんまり信じられないけど、これ口で合わないなとか、これは火加減がっていう人って、一見したらちょっと嫌味ない人に見えるかもしれないですけど、そういう人がこれ本当に美味しいねって言ったらやっぱり言われたら嬉しいじゃないですか。それと一緒で、何でもいいよいいよとか、何でもはいはいっていうやつのはいって言葉に価値なんかないぞと。すごいな、それを子供に言う親ってのはすごいね。すごいですね。私子供いないからさ、私子供おったら全然そんな言わんわん。ああ、言わないですか。これちょうど今ちょっとタモリさんがですね、はい、もしローランドさんにいつか子供が生まれたらどんな教育をしますか、伝えたい言葉はありますか？まあ自分の人生自分が主役だぞと、絶対エキストラなんかになるんじゃねえぞとは言いたい。これ真正面から今言えるってなかなかないですよね。自分が主人公だぞって。でも今多いじゃないですか、自分なんてって。例えば SNS って人と自分をもう今すごく簡単に比べられる時代じゃないですか。だから一昔前よりも余計に、あ、自分なんてとか思ってしまう人って多くて、なんか自分の人生なのにすっごいもうエキストラで木の役やってるような感じで生きてる方もとても多いかと感じがして、もったいないなっていう。だから自分の人生はもう主役を務め上げろと、それが義務だぞと、そういうことは、まあ自分がね、もし子供が、結婚もないんですけど、ないんですけど、もし、
まあ、子供がいたら言いたいですね。でも、もうこの間お店に行かせてもらった時思ったけど、はい、若い子なんて二十歳の子とかいるんだから、まあ、7歳しか違わないって言っても子供みたいにして接してるもんね、ある意味。いやもう本当かわいくてしょうがないですね。あ、やっぱり、あ、もう私から見て、私ね本当ローランドを待ってたのよ。でローランドの YouTube のチャンネルでね、はいはい、面白いから行こう行こうって言って、ほんでローランドすぐ出てくると思ったらさ男の子座ってへったくそんな喋ってない。またこのお店入ってどれぐらいって2日目ですよ。殴ったると思う。誰だよ思ってんねん。あの時は新人の2日なんか試したんだって。そう、ね、そう、ローランドが見てみようと思って、接客を。新人中堅売れっ子ローランド。そうなんです。そんなこと知らないもん私。僕バックヤードで見てたんですけども、うん、あ、これ怒らないか。本当はもうあんなヒヤヒヤしたことはなかった。いやでもみんなね、やっぱりローランドすごい好きだっつってね、もう何でも言うこと聞いてくる。要するに子供よ、今聞いてた話、その7つしか違わない子供のわけないけど、本当にあの彼らは夢を持ってローランドを親として師として仰いでるから、頼りがいがあります。経営者としてもホストの先輩としてもね。だからああいう世界は言っちゃ悪いけど、本当は勉学じゃないからさ、そうですね、要するにね、正解があるわけじゃない。そうそうそう、点数つけられないのよ。だからやっぱり人の言葉とか行動で自分が信じられたり落ち込んだりするからさ、はい、で結果認められるのはお客さんで、やっぱお金使ってもらってっていうのがさ有料なんだから、はいはい、だからやっぱりそういう時にローランドのその強気とも取れるその言動っていうのはすごい頼りになると思うよ。まあ、本当にみんなが自分を見てるな、背中を見てるなっていう感覚は自分もありますし、うんうん、やっぱ我が子なんで、やっぱりね。で本当結婚がもないのって、多分もう本当会社の子たちがもう家族のような感覚になってしまって、うん、なんかそこに寂しさだったりとかがあんまり感じないんですよ。日々一人暮らししてますし、ずっと一人身なんですけど、うん、やっぱ本当もう自分の我が子がいっぱいいて、家族がたくさんいたら寂しいって思わないじゃないですか。そうだよね。それいろんな性格の子いるしね。そうですよね。それこそ和子さんがその時にザ・ローランドチャンネル、うん、ローランドショーで、はい、まあ、接客を受けて、うん、本当はローランドさんにいろんなその考え方、はい、イズムみたいなものを質問してみたかった、はい、そうそう、でできなかったから、もうぜひこのラジオでっていうので今回の質問ですか、和子さんから。いや、いろいろだこの後もね、今一人で住んでるって言ったけど、ベタな質問だけど、はい、ご飯とかどうしてるんですか。ベタに、ご飯は自粛期間中も出られないんで、結構自炊したりもしてたんですけど、基本は外食ですね。基本外食でしょ、はい、やっぱり、ね、自炊って何ができるんですか。結構実はいろいろ作れて、例えばどういうの、生活力あるの。あの前は、カルボナーラ作りましたね。え、カルボナーラ、カルボナーラとか自分で作ったの。イタリアンアクアパッツァとかも結構好き。ああ、まあすごい、カルボナーラとかさ、アクアパッツァってすごい難しそうじゃん。アクアパッツァなんか魚介類入れて、なんで張り合うんですか。張り合うんだ。あのね、だいたいね、自炊できる人、料理できる人って聞いてみたら分かんない。まあまあ、カルボナーラ、卵とね、牛乳混ぜてダマにならないようにするの大変やけど、はい、今、アッコさん流の男の品定めを見てもらって、料理をちょっと聞いてみたら、ちょっとアッコさんにご馳走したいな。私はね、おかずとかいっぱいあって飲まないとダメ。で漬物は絶対必要だし。12時台もローランドさんにお付き合いいただくんですが、はいはい、ダラダライオンさんが、はい、ローランドさん、ズバリアッコさんをメロメロにする自信はありますか。わ、メロメロにする自信ですか。する自信というか、もうなってますよね。出ました、ローランド五郎くん。あーいやーって、あー、リアクションに困ります、こっちは。ヒラルル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 ルじゃあ、アコさんが今ヘロヘロってなってますので、一回立て直していただいて、この後12時台もよろしくお願いいたします。今日のゲストはローランドさんです。はい。